エメリー軍はアメリカ合衆国ユタ州の中部東よりに位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1976人であり、2000年の1860人から1.1%増加した。軍庁所在地はキャッスルデール市であり、同軍で人口最大の都市はハンティントン市である。1880年に設立され、 軍名は1875年のユタ巡州知事、ジョージ・ W ・エメリーにちなんで名付けられた。バックホーオンドロー、エモジ、パネル・エメリー軍のあるサンラファイル地域では、数千年前に遡って、砂漠古代文化の人が住み、続いて、西暦500年頃から1300年頃までの、フレモント文化があった。それら人々の証拠としては、テンプルマウンテンウォッシュ、マディクリーク、 フェロンボックス、ブラックドラゴンキャニオン、およびバックホーンウォッシュなどで多くの絵文字や言わずライン国が見つけられている。これらの場所は国立歴史史跡に登録されている。ユト族インディアンもキャッスルバレーを領地にしていた。キャッスルバレーに入ってきた最初の白人はスペイン人公益業者と探検家たちだった。これら探検家は百七十六年にユインタ、ベースンを抜けて、 ユタの北部を横切ったシルベストレ・バレス・デ・エスカランテの後の時代に入ってきた。スペイン人公益業者と探検家たちは、エスカランテが通ったよりも南側のルートを見つけ、これがオールドスパニッシュ・トレールと呼ばれるようになった。現在のニューメキシコ州サンタフェに始まり、コロラド州デュランゴを通り、ユタ州モアブがあるところでコロラド側を渡り、グリーンリバーシがあるところでグリーン側を渡り、 そこから、西寄りのシーダー山に向かった。シーダー山の南を通り、バックホーン平原を横切り、レッドシープスを過ぎて、ハンティントンクリークに至り、現在の橋がある、市の下流約1マイルでクリークを渡り、コットンウッドクリークに出た。さらに、ムーアのある場所でフェロンクリークを渡り、ムーアの東約1マイルで、ロチェスター平原を横切り、 現在のエメリーの街の約2マイルマ東でマディクリークを渡った。そこからはサリナキャニオンを過ぎ、南に転じてパロアン、マウンテンメドーズ、ラスベガス、カリフォルニア州のバーストを経て太平洋岸に至った。ユタ州南東部のオールドスパニッシュトレール旅人はサンフアン、コロラド、グリーン、ダーティデビル及びサンラファエル各峡谷の垂直に切り立った壁を避けるために、 キャッスルバレーに入る必要があった。長年の探検が行われた後で最良のルートがスパニッシュトレールになった。サンタフェとユタ地域の間で発展した主要な交易対象は奴隷だった。インディアンの女性や子供の交易は違法だったが、それがスペイン人がユタとなった地域に入ってきた理由だった。その他にこの道の利用目的はカリフォルニアからサンタフェまで大半は 馬だったが、家畜を追うことだった。奴隷貿易は違法だったので、その交易業者は行動の記録を残しておらず、また旅や探検の範囲も記録されていない。オールドスパニッシュトレールを旅した人々は、キャッスルバレーが現在のエメリー軍全体にある城のような地形であることに簡単して、この名前をつけた。キャッスルバレーを最初に訪れたアメリカ人は、毛皮な漁師だった。 特に初期に失われた罠漁師と言われるジェームズ・ワークマンとウィリアム・スペンサーであり、コマンチ族インディアンのためにその漁師隊とはぐれ、サンタフェに向かう道を見つけられると期待して、コロラド側のモアブ渡しあたりをさまよった。そこで二人はカリフォルニアに向かう4、50人のスペイン人対象と出会った。二人は対象に加わって1809年にキャッスルバレーを抜け、 カリフォルニアに向かった。1830年、ウィリアム・ウィルフスキルがスパニッシュトレールに沿ってキャッスル・バレーに来た。ウィルフスキルとその隊は毛皮罠漁師だったが、この地域には獲物が少なかったので、とどまらなかった。1840年代後半から1850年代初期の罠漁師たちに続いて、連邦政府の探検家がキャッスル・バレーに来て大陸横断のルートを探った。 その中でもきっとカーソンが有名である。カーソンはセントルイスからカリフォルニアまで直接郵便を配達するルートを探していた。実際にカーソンはカリフォルニアで金が発見されたという知らせをキャッスルバレーを通って国内に伝えた。ユタを抜けるガニソンの道1853年、アメリカ陸軍の地形工学技師ジョン W ガニソンが 太平洋に抜ける鉄道のルート調査のために、キャッスルバレーを通ってきた。この任務は、陸軍長官のジェファーソン・デイビスから与えられていた。ガニソンはその工程の詳細な記録を残しており、キャッスルバレーを通るルートも、丁寧に見ていた。ガニソンのルートは、クリーン川の私でまず、スパニッシュトレールに出会うことになっていた。その後、クリーン川の西でタンク海このトレールをたどるが、 現在、シンバットリーフと呼んでいる、岩の多い地域に入ると、ここを回り込む線を引いた。連邦政府の派遣した3人目の探検家が、ジョンシー・フレモントだった。1853年から1854年に、かけての冬であり、冬季の天候から来る多くの困難さのゆえに、その西への探検は注目されている。彼らは、食料の枯渇や人を寄せ付けない地形に苦しめられた。 キャッスルバレーを離れて、パロワンのモルモン教徒小集落に進むまで、その困難さには休む暇もなかった。1875年、サンピート軍の家畜飼育者が、牛と羊を連れて、キャッスルバレーで餌を与えるために訪れ、その地域が開拓に適している、可能性を認識した。サンピート軍では十分な土地と水がなかったことと、末実性と、 イエス・キリスト教会の指導層が非教会員の入ってくる前に占有されていない土地を獲得したいという望みがあったことで、1877年秋に若い家族がキャッスル・バレーに移転を始め、ハンティントン、フェロン、キャッスル・デール及びオレンジビルの町となる場所に落ち着いた。1877年8月下旬、末日生徒、イエス・キリスト教会の体幹長ブリガム・ヤングが、 サンピート教区官庁に今年秋にキャッスルバレーで少なくとも50家族を入職させることを求める命令を出した。この命令によりブリガム・ヤングが指示した中では最後のモルモン教徒開拓地ができた。1週間後の8月29日偉大な植民者と言われたヤングが死んだ。ヤングは教会指導者だった30年間で 400に近い町や村の設立を監督、指示していた。エメリー軍内の開拓地が最後のものだった。ヤングが命令を発してから間もなく、数体の開拓者がサンピート地域を出てキャッスルバレーに向かった。彼らはハンティントンクリーク、コットンウッドクリーク、フェロンクリーク沿いに入植した。翌1878年春、さらにいくつかの家族がこの地域に入った。 エリアス・コックスとチャールズ・ホリングス・ヘッドが、ハンティントン・キャニオンに製材所を設立し、開拓地に材木を供給した。フェロン・クリークでは、開拓者が土地を耕し、灌漑要項の建設を始めた。キャッスル・バレーの初期開拓者の大半は、クリークや川に沿った水を得られる土地を容易に入手でき、1879年までに、最良の土地の大半が占有された。 1880年2月、ユタ順州議会によってエメリー軍が創設され、この時は後にカーボン軍となる地域も含まれていた。1880年国勢調査では人口556人、農場数84だったが、この数字は多くの著名開拓者が軍の役割から不注意に外されていたので少ない可能性がある。1890年までに 人口は2866人まで増加し、倒れそうな小屋の集落から、学校、店舗、教会のある町に成長していった。1880年から1900年の間で、ハンティントン、エメリー、クリーブランド、ウェイクフィールドなど、多くの重要な運河が建設された。初期の運河の多くは、現在も使われている。1880年代初期、 デンバーリオグランデウェスタン鉄道がエメリー群のある地域を通す鉄道ルートの調査を始めた。初期の計画はエメリー群の中心部を通るものだったが、ワザッチ山脈を越えるルートが険しすぎることが分かって中断された。大体案は軍域北東隅を通るものであり、軍内のほとんどの開拓地を素通りするものとなった。 軍の大半は鉄道の恩恵を受けなかったが、軍東端のグリーンリバーの町は、鉄道が開通して、人世のうちに繁栄するようになった。ムーアの学校、1912年頃1900年、エメリー軍の人口は4600人以上となった。450以上の農園が運営され、25000エーカー以上の土地で作物が栽培されていた。 灌漑システムが拡張され新しい土地で生産ができるようになったが、その後の数十年間にこの地域を襲う問題にもつながった。水利圏の紛争がしばしば繰り返され、深夜の灌漑と呼ばれる水泥棒が頻発した。ほとんどの論争は法廷で解決されたが、暴力沙汰を呼ぶものもいくつかあった。エメリー軍の土壌は古代海底のものであり、塩分濃度が高かった。 排水不足や過剰吸水によって塩分が表面に集まり多くの土地が農業に適さなくなった。この問題は1890年代に現れ、1903年には農務省がエメリー軍の開発済み農業用地の30%以上が劣化のために放棄されたと報告した。考えが拡張されて、開拓地も拡張され、いくつかの新しい町が設立された。さらに、 地域需要に対応していた小さな炭鉱で構成されていた石炭産業が拡張され、いくつかの大規模炭鉱が創業を始めた。アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦。すると、農製品価格が上がり、人手不足から炭鉱の賃金も上がって、エメリー軍に小さな公共が訪れた。戦後は価格が下がり、1920年代の大半は、 苦しい時代だった。1920年代の後半で事態はいくらか改善されたが、1930年代初期の世界恐慌によってさらに重大な崩壊が襲った。1931年と1934年の干ばつが軍経済の苦しさを増した。1930年代の10年間はエメリー軍住人にとって苦しい時代だった。 軍人口は1920年の7400人以上から1930年には7000人超に減少し、1930年代は平行線をたどった。農製品価格は1929年の水準から40%加工し、石炭の生産量も半減した。水不足と土地の劣化は打ち続く問題になっていた。1935年。 4万1725エーカーの農業用地のうちわずか1万6462エーカーのみが作物を生産していた。サンラファエル橋エメリー軍10人は市民保全部隊など多くの不況対策から恩恵を受けた。軍内にはこの部隊のキャンプがいくつか設立された。第959中隊は1933年5月にジョーズバレーのキャンプを設立した。 その後の数年間でこのキャンプは何度も移転され、1935年にフェローンで高級的キャンプとなった。この期間に道路、橋、歩道が建設され、公共用地にレンジャー駐屯地などの建設が行われた。多くの隊員が部隊から解雇された後にエメリー軍内に残った。第二次世界大戦の終戦後、エメリー軍出身の軍人が故郷に戻ってきた時は、 相対的に経済が繁栄していた。1946年の農場の収入は1940年の収入の2倍になっていた。炭鉱はかなり高い創業度で運営されていた。戦後の時代、近代的水道と衛星の仕組みが構築され、道路が改良され、市街地下の始まった地域では電話のような贅沢品の多くが軍内にもたらされて、軍は成長し、近代化された。 軍内の多くのものが改良されたが、そうでないものもあった。農業は相変わらず水供給問題があり、長期間水を保存できるものもなかった。1950年代半ば、この地域は再び干ばつに襲われた。長い間求められてきた、ジョーズバレーの貯水池が現実のものになったのも、この時期だった。1970年代の全国的経済成長の波に乗り、 ユタ電力証明会社がキャッスルデールとハンティントンで大規模石炭、滝発電所を建設し、炭鉱の拡大がこれら重要な発電所を加速させたので、エメリー軍の人口も著しく成長した。2007年8月6日、月曜日の午前2時48分、ユタアメリカンエナジーのクランドールキャニオン鉱山が落盤し、作業員6人が閉じ込められた。 この鉱山は、ユタ州道31号線のすぐ側にあり、フェアビューの南東約34マイル、ソルトレークシティ市の南140マイルにある。作業員は、高校から約3.4マイル、地下1500フィートにいた。この崩壊は、ユタ大学の地震計で、マグニチュード3.9ないし4.0と記録された地震波を生んだ。石炭の生産では、州内、 第2位の軍であるエメリー軍では1984年12月に起きたウィルバーグ鉱山の出火で27人が亡くなった事故もあった。キャッスルデールに近いパシュフィコープのハンター発電所エメリー軍の歴史の大半で農業と落農業が経済の柱だった。大規模炭鉱が解散され1970年代にキャッスルデールとハンティントンで 大型発電所が建設されたことで、その経済は大きく変化し、人口が急増した。この分野における高級が高い収入をもたらしたが、石炭と炭素メタンの市場が落ち込み、工業技術が改良されたこともあって、その伸びは鈍化した。その結果、1990年代以降の失業率は、周平均を上回っている。軍内には、 まだかなりの量の天然資源が残っているが、新しい工業生産で生み出された仕事は、技術で置き換えられて減った仕事と同じような水準に、ある。軍内を流れるレンジクリークでは最近フレモンと、文化の原始遺跡があることが分かってきた。ユタ州はその史跡を所有し、現在はその史跡を同定し、長期保存計画を策定しようとしている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は4462平方マイルであり、このうち陸地は1452平方マイル、水域は10平方マイルで、水域率は0.22%である。グリーン川が軍の東境界になっている。ワサッチ山脈が西の境界にある。軍住人の多くはこれら山脈のふもとに住んでいる。サンラファエル・ソウェルが軍東部の大半を追っている。 サンラファエルリーフ群の西側が最も人口が多く、西の満帯国立の森にほぼ平行にある農業の谷に小さな町が多くある。この森のある和ッチ山脈から流れ出る水がいくつかの貯水池に貯められている。農業地帯はこれら貯水池や水路に水を頼っており、農業集落の中には過剰な塩分に悩まされているものがある。群の東側は乾燥し、 荒々しい地形である。この地帯で最大の町である、グリーンリバーは隣のグランド郡にある町及び経済に密接に結びついている。この地域には地下大水槽が少ないので、地域社会にとって森林地が重要な存在である。エメリー群は北を、カーボン郡、西を、ワサッチ山脈とサンピート郡にあった、当初の集落、南を、ウェイン郡との人為的な境界。 東をグランド軍との自然の境界であるグリーン川で囲まれている。軍内には地理的に3つの地域があり、ワシャッチ山脈の山岳部、主要な町がある、キャッスルバレー、およびサンラファイルスウェル、サンラファイルリーフ、グリーン川西岸の一帯を含む砂漠地である。サンラファイル川は軍の生命線であり、ワシャッチ山脈に源を発し、 いくつかの貯水池に貯められた水が農業と工業に使われている。ハンティントン・クリーク、コットンウッド・クリークおよびフェロン・クリークの3つの支流が集落や農地を流れた後でキャッスル・バレーでサン・ラファエル川に合流している。その後は岩場や砂漠を蛇行した後にグリーン川と合流する。地名の多くはインディアン、スペイン人よびイングランド人の影響を受けている。ワサッチは 山岳部の隙間を、キトチューパは動物の餌が少ない場所を意味するユト族インディアンの言葉である。ワサッチはサンピートバレーとキャッスルバレーの間にある産地の名前である。キトチューパはエメリー市の南にある小さな小川の名前である。スペイン語ではサンラファエルがあり、セーラルフを意味している。スペインの統治時代に現在のフェロンクリークがラファエルと名付けられていた。 1873年、測量士のエーディ・フェロンがこのクリークに自分の名前を付けたが、その前までラファエルと呼ばれていた。インディアンはこのクリークをカブラと呼び、これはサボテンの実の小さな食べられる部分を意味している。ハンティントンクリークは当初サンマルカスと呼ばれていた。コットンウッドクリークはインディアンがシバリーチクリークと呼び、スペイン人はマテオクリークと呼んでいた。 キャッスルバレーの場合、インディアンはトンピンコント、すなわち岩屋の土地と呼んでいた。スペイン人はセントジョセフバレーと名付けていた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍の詳細軍内には次の公共用途空港二つがある。ありがとうございます。